ぱいつも、うん、さあやるよって言ってくれるんですけど、はい、あれがないともう始まらない体になってるっていうか、ポシュレットとかちゃんと使ってるっていうところが一言目でした。ちょっとどんどんドラえもん感が。9年間やっぱり皆さんやっぱどうしても一緒にいると途中でこう脱線するんですけど、それを毎回こう天海さんがこの9年間ビシッと戻されるので、いや本当にすごいなと。やっぱりいつも、うん、さあやるよって言ってくれるんですけど、はい、あれがないともう始まらない体になってるっていうか、うん、今日も先ほどねみんなわちゃわちゃ喋ってるから行くよ行くよって言ってくれなきゃいかないですもんね、誰もね、どんなところ見てほしいっていうのは終わりですか。まあ今ちょっと声が高かったね、流し橋今高すぎたでしょ、ボートのエンジンみたいな、うーん別に受け狙ったわけじゃないけど、そうだ、シーズン1から見てくださってる方たちにはとても懐かしい、あの真壁ゆき子の家族が出てくるんです。はい、娘とそれから旦那、はい、そしてあとは最初のシーズン1の時の僕らの上司だった、うん、いいの喋って言わない方がいいでしょ、具体的にはどこまでネタバレなんですか、大丈夫なんですか。あんまり言わない方がいいですね。上司の方も出てきます、はい、たくさんだからそういうところも見応えありますし、うん、もちろんアクションシーンも本当にたくさんありますんで、いやもうあっちこち見どころだらけです。もうめっちゃ楽しかったですね、感じでもうやっぱりあの最後だって分かってるんで、全力でね、はい、楽しんで思う存分、うん、なんかドラマの時はもう本当に心細かったんですけど、そうですか、はい、鍋ちゃんとしてはもう本当にもうやっとっていう気持ちですごく嬉しかったですね。でもちろん2人でも行動してたんですけど、うん、そこにあの工藤さんも入って、そうなんですよね、ええ、もつ鍋山としても動いてた、ね、そうですね、ちょっと長いですけどねそうなんですよ山、ま、ちょっとね関取みたいな感じで、ええ、もつ鍋山で、ええ、レンさんの代わりに入るっていうことのプレッシャーもありましたし、そうそうたるねあの俳優の皆さんですから、そこに畑違いの僕が行って大丈夫かなっていう不安もありましたけど、もう普通に何にも立てることなく、塚井さんです今日からお願いしますみたいなのもなく、塚ちゃんとか向越さんとかがあのウォシュレットとかちゃんと使ってるっていうところが一言目でした。ちょっと僕は台座に乗るんだけどねとかいうのから始まってでも本当にもうあっという間に家族の仲間入りさせてもらえるような感じだったんで、なんかドラえもんとかってそんな気持ちだったんじゃないかなと思う。途中からねちょっとね畑違いのねロボットがやってきて家族に巻き込んでもらってどら焼き食べさせてもらえるなんて、確かにどんどんドラえもん感がなってきてるんですよね、ドラえもんに近づいていってる、はい、実写版があった時にはそちらもさせていただきたい。そうですか。